皆さんお疲れ様、ブラパイの C 君です。今回なんですけど、まあタイトルにも上がっている通り、登録者1000人を目指す、まあ、僕の、1日ルーティンを撮りました。まあルーティンといっても、これはね、仕事終わった後なんですけどね。はい、まあこの日はちょっとね仕事が早く終わったんですけど、まあいつも仕事終わってからこういう風に、毎日トレーニングしてます。でまあこの日は胸のトレーニングをやりました。そうですね、もう毎日やってますよね。はい、まあ、結構ね僕ね、まあ、仕事はどんな仕事をしてるかとかは公表はしてないんですけど、出すつもりもないんだけどね。はい、まあねそもそも結構肉体を扱う仕事というか結構疲れる仕事をしてるんですけど、その仕事をやった後にいつもこうやって、筋トレで追い込んでます。まあもう慣れましたけどね、だいぶなんか一石二鳥かなと思って、まあ、仕事でも体力つけて終わってもこういう風にトレーニングをしてみたいな感じで、毎日やらせてもらってます。はい、まあ、生きがいですよね今僕にとって。特にここ最近はこのねフレックスベルというダンベルを購入したもんで、なかなかにモチベーションが上がってます。いやでも毎日充実してますよね。仕事も確かに大変ですけど、今の仕事をかなり好きなもんで、だからもうどんなことでも努力したいっていう考えでやっているので、まあ辛いことの方が多いですけど、まあ毎日こういう風に頑張ってます。はい、はい、でこれでね終わって、でこの時にねいやー終わったーって感じでまあこっからも頑張るぞって感じで気合い入れてますねこの時に。はい、でここでまあ、プロテインを、でこのね生ビールかのようにぐーっとぐーっとあーって感じでね、疲れすぎておかしくなっちゃったのかな。はいでまあここでね筋トレが終わりました。でこっからですね、まあいろいろとしてたら、夜になってしまって、まあ仕事いつも通りの仕事してたらこれぐらいの時間なんで、まあ、ちょうどいいかなって感じなんですけど、まあ、まずねお風呂入るんですけど、風呂入る前にひげがねちょっと中途半端だったので剃りました。このひげ剃り機ですよ、これフィリップスのね、これ結構高いやつなんですけど、でまあここで、さあ風呂入るかと思ってね、カメラ目線バッチグーということで、はい、じゃあ行ってきます。まあ、こんな感じでお風呂を出てきて、でですね、こっから、ですね、皆さん、僕が最近ドハマり中のことを発表します。まあ、それは何かというと、まあ、筋トレもめちゃめちゃハマってるんですけど、まあ、今出てきました、このね、ヤーマンのスチーマー。まあ、何をハマってるかっていうと、最近ですね、美容にめちゃめちゃハマってます。まあね、前から男にしては、まあ、結構ね美意識が高い方だったので、でもここ最近は、ね、もっともっとかっこよくなりたいっていうね、考えが強くてですね、まあこういうスチーマーとか、まあいろいろ美顔器とか、まあ、いろいろ買って、こうなんていうんですかね、こう男から見ても女から見てもかっこいいって思える男になりたいって思ってですね、美容にハマってます。でですね、これはスチーマーをね最初3分ぐらい浴びてこの化粧水をつけるといいと動画で見たので、それを真似していつもやってます。でこうやってちょっとニキビがひどいなっていう思うところに、こうやってちょっとこう引っ張りながらそのニキビのところに化粧水をつけてます。僕ね結構ねベタベタにつけちゃう人なんですけどね、でこうやって余った分は腕につけてみたいな感じで、でこのスチーマーモードは約10分なので、まあ残りの7分ぐらいは普通にこうやってね、今 YouTube 見てるんですけど、 YouTube 見ながらこういう風に浴びてます。
いやもうね、幸せですよこの時。はいはい、ですね、こうやってスチーマーが終わって、でこれ出てきたんですけど、まあ、これ美顔器なんですけど、まあ、これはフォトプラス EX という、これもヤーマンかな確か。でこのモイスチャーモードっていうものを選択して今やってますね。まあ、これどういったものかっていうと、この表面だけじゃなくて、この肌のこの深いところまでケアしてくれて、まあ、みずみずしい肌を作ってくれるというモードでやってます。これね、てかこの美顔器ね、すごくて、5種類くらいね、モードがあるんですよ。で、最初はこうやって、まあ僕はこういう風にスチーマー浴びた後に、こういう風にモイスチャーモードでやってますね。そこをやってね、まあ、僕ね、まあ、美容にハマってるとは言っても、別に肌が綺麗っていうわけじゃないので、綺麗にしたいなっていう感じでいつもやってますね。ほら、こういう風にほら、いろいろね、こういう風にモードがあるんですよ。これマジでおすすめですよ。はい。で、ここで乳液をつけてきますね。はい。そうです。こうやってね、べったりとね、結構量多いな、こうやって見ると。あれ、みんなこんなもんじゃないのかな？俺多い方なんだよな、多分。はい。ですね。で、ここで、目のね、マッサージをいつもしてます。まあ、僕ね、結構ね、画面見たりとか、まあ、編集もしたりするので、この目の疲れとかもあったりするので、まあ、こういう風にいつもマッサージしてますね。まあ、あとは、この二重ラインとか、こう、まあ、目をパッチリするように、こういう風にマッサージするっていう目的でもやってます。やっぱね、目って大事ですからね。はい、で結構ね、僕はここ入念にやってますね。結構僕、目が腫れぼったくなっちゃうので、いつもこのお風呂入った後は必ずこういう風に目をマッサージしてます。で、このね、目の横のツボを最後にね、ぐーっと押して、そう、こうやって目の疲れを取ってあげてって感じですね。はい、ここでね、また出てきました美顔器。でこれは今何をやってるかというと、この EMS といって、今電気を流してます。ほら、あの眉毛のところ動いてるの分かります？まあ、いわゆるリフトアップ効果というやつですよね。このリフトアップをやってます。まあ、これはですね、リフトアップ電気なんですけど、この一回この RF というラジオ波をこうやって流して、でピッてなると、こういう風に電気がそのラインを流れるという仕組みですね。これもいいですよ。で僕の場合、これレベルを選べるんですけど、この電気のレベルを、この電気のレベルマックスでやってます。はい、これね、多分ね、普通の人痛いと思うんですけど、まあ、僕ね、結構痛み結構平気な人なんで、まあ、電気マックスでいつもやらせてもらってますね。EMS の電気ね、子供の頃から浴びてたよ。家庭の事情でね。はい。ハンターハンターのキルアじゃねえかよっていうツッコミ、ありがとうございます。もうこれしかないよね、このネタ。あ、でも、効かないね、ゴムだからっていうルフィもありだった？はい、行きましょう。やばいやばい。まあね。このリフトアップ、まあ、この EMS の電気をやってます。まあ、これもね、まあ、僕の中でいいなって思う美容の一つっていうか、ハマってますね。はい。っていうか、楽しいんで、すごく。はい、これ来ました。ピント合わない。よし。まあ、これね、保湿クリーム。こうやってつけて。いや、重いんだよな。こうやって見ると。重いんだよ。まあ人それぞれか。はい。まあ、僕はね、結構多めにつけます。こうやって。まあ、最後にこうやって保湿クリームをつけて。まあ、結構ね、僕乾燥するんで、こういうふうにまんべんなくつけて終わりって感じですね。はい。まあこんな感じで美容が終わったって感じですね。で、ここで手がね、もうベタベタなんで洗ってきます。はい、ついでにね、夕飯も食べてきました。
で、ここでですね、いつもやってるんですけど、肌のケアをしてるということで、サプリメントを、自分はいつも朝昼晩で飲んでます。まあ、これは肌の炎症とか日焼け止めの効果があってめちゃめちゃいいですね。はいはい、ですね、今夜の8時ということで、まあ、ここから、いつも通りね、動画編集をしていくんですけど、まあ一日の流れ的には、まあ、見てもらった通り、まあ、仕事をしてきて、まあ、この日はね、早く仕事が終わったんですけど、まあ、いつもだったらもっと遅い時間に仕事が終わって、それで帰宅してきて、で、トレーニングをバチバチに追い込んで、まあ、いつも遅いので終わるのが、先にご飯を食べて、お風呂を入って、で、出てきたら、まあ、さっきみたいに、美容をやって、で、この動画編集に移るという感じですね。大体ですけど、この動画編集に入る時間帯っていうのは、今は夜の8時だったんですけど、大体夜の9時とか、遅くて9時半とかからスタートします。まあ、なんか、人間の集中力って、限界が1時間って聞いたんですけど、もうなんか気づいたら1時間経ってました。もう9時になってましたね。はい。まあ、いつもこんな感じです。で、まあ、引き続き編集をやってって感じですね。はい。もう僕の中でこの動画編集、まあ、うまくないんですけど、まあ、すごく趣味に近いものがあって、すごい好きなんですよ。まあね、すごいね、手間のかかる作業なんですけど、まあ、だからこそ好きなのかもしれませんね。なんかこのすごいめんどくさくてすごい手間かかるんですけど、なんかだからこそこの最後までやりきりたいっていう気持ちでいつもやってます。まあ楽しんでますよね。はい。で、ここでですね、歯を磨きに行って、でそこの部分も撮影したんですけど、なんでかデータが破損してて、いやなんでやねんって思いながらめっちゃ落ち込みましたよ、マジで。はい。一応歯ブラシの紹介します。これね、めちゃめちゃいいですよ。オーラル B のね、 IO9 というやつで、まあ、これね、電動歯ブラシなんですけど、めちゃめちゃいいですこれ。まあ、ちょっと高いんですけどね、これめっちゃおすすめする。はいはい。まあね、引き続き編集やるんですけど、おいおいおい、もう14時じゃないかと。はい。まあやろうかって感じで、まあ引き続きやっていきます。でね、これね、面白いことに、こうやって撮影をしたから分かったことなんですけど、僕ね、ノンストップでこれやってるんですよね。まあちょこちょこは休憩してるんですけど、ほとんどこう止まらずに編集やってるんですよね。3時間以上ほぼノンストップで編集してますからね。はい。まあ楽しいことってこう時間過ぎるの早いじゃないですか。まあ、あの感覚と一緒ですよね。こう編集しててもう気づいたら、あれもうこんな時間だみたいな感じですよね。いっつもそういう感覚あります。まあ楽しいから続きますよね、こうやって。はい。まあ、そんなこんなで気づいたら夜の1時前と、はい、開始5時間経ちました。でもそんなにね、まあ、大変ですけど、まあ、そんなに苦じゃないかなっていう感覚ですね。はい。これね、動画で何回も言わせてもらってるんですけど、本当に皆さんのモチベーションとかやる気とか、本当に何かにこうつなげられたらいいなっていう気持ちでいつも動画撮らせてもらってるんですけど、だからそういう気持ちもあるので、この編集も続けられるのもあるかもしれませんね。はい。で、ここでですね、いやー疲れたーと思って、時計見たら、いやーこれもびっくり、夜中の2時35分でした。まさかの開始6時間半突破ということで。ちなみにこの日、仕事で朝5時起きです。はい。あとね、約2時間しかないんですけど。まあいいかなって感じで。はい。まあいつもこんな感じですね。大体こんな感じですよね、夜中の2時とか3時まで
やってることが多いですね。はい、タイトルにも上がっている通り、僕は登録者1000人を目指してやっているので、やっぱね、誰よりも努力しないとその目標にたどり着けないって思っているので、まあこんな感じで、毎日ね、努力、まあ努力なのかな、わかんないですけど、こんな感じでやっています。皆さんのいいねとか、まあ、登録してくれることが僕にとって本当にすごく励みになるので、まあこんな僕で良ければですけど、目標はまだまだ遠いんですけど、けど目標に向けて誰よりも努力をして、まあ、不器用ながらに頑張りたいと思っているので、よかったら応援の方お願いします。今回は、登録者1000人を目指す男の一日ルーティンでした。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。じゃあ次回の動画で会いましょう。おやすみなさい。